オープニングがちょっと長かったですか。どうも僕です。今日はですね、大分県日田市の最高気温が18度ということなので、ヒキガエルがね出てくるんじゃないかなと思って今来てますけど、まだ全然出てこないんで、ちょっと何時間かですねここで出てくるのを待ちたいと思います。出てくれば多分もうクッククック鳴き声、オスの鳴き声がしだすんでね、わかると思いますんで、ちょっとこのまま待機したいと思います。ヒキガエルのね面白いとこはね、まあ見た目もそうですけどね、どっしりとしたね、あのなんかおじさんみたいなねフォルムが可愛いんですけどね、こういろいろ調べてみるとね、メスを見つけてね交尾するために抱きつくんですけど、その抱きつく力が強すぎてたまにメスが死んじゃうことがあるらしいんです。もうなんか笑えますよね。交尾したいのにねメスを殺しちゃうらしいですけど、ヒキガエルはですね、あの通称ガマガエルね、ガマガエルなんか呼ばれてますけどね、ガマの油とかね話にも出てきますけどあれですよ、ファミコンの忍者ジャジャマルくんのゲームにもね出てきて、ジャジャマルくんが、ね、カエルの上に乗ってお化けを食べますけどね、あれもねヒキガエルですね、ガマガエル、ヒキガエルがモデルになってると言います。もし今日ね、あの出てこなかったら、去年捕まえた時のね写真があるんで、どっかこの辺にこう写真をちょっと出しときたいと思いますよ。ちょっとしばらく待ってみます。今気温は16度、見えますかね。沼はこっちなんですけど、なんか後ろからちょっと鳴き声が聞こえるんで、後で探しに行ってみましょうかね。鳥の鳴き声なのか、ヒキガエルのクックッという鳴き声なのか、ちょっと似ててよくわからないんですけど、ヒキガエルっぽいです。ここら辺は穴がねいっぱいあるんですよね。いそうなんですけど、いましたよ。赤ガエルがいましたね。よし、抱きつ
ついてますよ、抱きついてますよ。